松山市西幅町の中谷宗和さんのお宅で、中谷宗和屋外での絵画展四季折々の花と石槌さんが開かれています。これは陶芸愛好家の中谷宗和さんが梅雨時の殺風景な道端が少しでも潤えばとの思いから、自宅の庭や外壁に四季折々の花や石槌さんなどの陶板画を展示しているものです。会場には中谷さんが15年間で作陶した作品60点が展示されています。道行く人が誰でも見れる、そういうあの展示会にしようと試みます。ちょうど梅雨の時期だったので、鬱陶しいかね、そういう時期になんとか心が少しでも潤えばというようなね気持ちからね、この時期を選んで開催いたしました。中へ入ってくる人もおるし、そこの入り口の 1,2 と道端から見える範囲の人もおりますけれども、まああの中へまでずっと4箇所になっておりますから、ご遠慮なくずっとあの入ってきていただいて結構です。はい、まあ石槌さんは大好きな山ですから、まあ下書きですね、石槌さんのスケッチ代わりに写真を撮り始めたのが10年半前ぐらいですね。でもう四方八方石槌さんが見えるところあちこち行きましてね、だから陶板画も石槌さんだけ100枚ぐらいできておりますけどね、四季折々の大体全部春夏秋冬揃っておりますからね、人それぞれに見ていただいたら結構です。道端を明るく彩る作品たち、この作品を通して穏やかな日常を少し特別なものにされてみてはいかがでしょうか。この作品展8月16日まで開かれています。